こんにちは、ネモです。パワフルサッカーやっていきます。今回は、この試合経験点ボーナス持ちキャラピックアップガチャ50連いきたいと思います。いやー、おそらく両ガチャでしょう。いいガチャ来ましたね。で、試合経験点ボーナス持ちのイベキャラ出現確率アップと。で、通常レアガチャの4倍。バナーキャラが出やすくなりますよと。初回と2回目、PR 以上が1枚確定。3回目の10枚は SR の出現率が2倍、4回目が3倍、5回目がバナーキャラ1枚確定と。で、僕はミセ君かアリカがまだ手持ちにいないので、どっちか欲しいですね。オフェンス固めのアリカでもいいですし、コツがたくさんあって今後まあ使えるだろうなというミセ君もどっちも欲しいですね。で、ずらずらと注意事項が書いてありますが、今回はミセ君、有川、ヘキ君、日和君のピックアップですね。これはかなり両ガチャかなと、個人的には思います。どうなんだろうな。行きましょう。初回2回目で出てほしいな。結構ライカーとか、あとはバレンタインガチャですね。スルーしてきて、なんかいいガチャ来ないかなと思っていて、来い。来い、犬。突き抜けて、突き抜けて。いやー、まあまあまあいいでしょう。初回ですからね。お、モガミ。うん、アリカはいいですね。さあ、2回目いきましょう。2回目も PR が1枚確定ですね。ちょっと頼ます、マジで。この辺で SR 出てくれるとマジ助かる。カットイン来て。いる。いやー、きつい。いやー、きつい。しゃあない。まあ、こんなもんですね。左くん、アリッカはおじいちゃんと。確かにピックアップ効いてそうですね。結構出ますね。で、ここから3回目は SR の確率2倍ですね。お願いします。2倍なら出るでしょう。大丈夫？お、からの2倍とは。うん、まあそれなりに PR 出ましたね。さあ、3倍です。3倍出るでしょう。さすがに3倍出るでしょう。3倍出なかったらちょっとへこむよ。いきましょうか。3倍とは、マジで。いやー、びっくりするな、これ。いや、確かに確定ではないですけど、さすがに出てほしかったっすね。うん、割と日和組んでるな。はい、ということで最後、5回目 SR 以上確定ですね。マジか。ちょっとここで複数来ないかな。ここは確率アップはしてないですね。いや、ライカーの時の 20%、 今回の2倍3倍外してちょっとへこみますね。これは突き抜けるけど2枚以上出るかな。1、50連で1枚か。店変わりか、来いよ。おお、いいですね。店くん手に入りました。よし、見せライト。高いドリブル突破力を持つミッドフィールダー。前線でボールを長く持ち、ためを作れる選手。サッカー雑誌で特集されたこともある。自他ともに認める天才だが、上級生にも容赦なく、実力と正論で厳しく接すると。で、35まで行くと、固有ボーナスのライトニングアタックと、
得意練習の出現率アップ3で30で試合経験点ボーナー10ですね。でコツがかなり多いキャラで、フィジカル、ドリブラー、トラップ、キープ、決定力、フリーキック、PK、爆発力、大一番と。この中で欲しいのは決定力、爆発力、フィジカル、ドリブル、トラップぐらいかな。フリーキックもまあいっか。大一番とか、あとはキープ力はスズメくれるんでね。まあなんとも言えないですけど。うん。おそらく今後使っていけるでしょう、どこかでね。うん。しかし正直もうちょっと出るかなと思っていましたね。出ませんでしたね。残念でしたね。で、そうだな。他の、まあ、いろんなガチャがこうガーッと来ているんですが、今のところ引く予定がないです。で、この2個ガチャは引きましょうか。で、日和くん結構たくさん出たので上限解放してみましょうかね。日和くんとあるか、ありかはいっぱい出てたな。ラント。ラントで合ってたかな。で、空きを作りますかね、まず。おそらくこのガチャは引かれた方いると思うので、どうですか、結果の方は。僕は50連して1枚でした。まさかの。あれでも101個目だけだったのかな、確率アップ。ちょっとわかんないですけど、でちょっと有川欲しい感あるけどな。うん、ただまあ無理せずにまた来た時にでもっていう感じですね。で解放できそうなのが壁、よりこの辺やりますか。で、外れ、角間。調整用で引っ張っときます。日和くん、ほんといるな。PR めっちゃいますね。店も引っ張っとくか。で、こっからは、開放枠ですので、ガチャだけ見に来たよという方は、動画をそっと自していただければと思います。おじいちゃん取っとく？こんなもんか。もうちょっと取れますね。おじいちゃん取るか。じいちゃん、ふい。各馬まだいるな。さあ、これで調整用も何か手に入ったでしょう。で、じいちゃん、各馬から行くか。割といるんだな。上がりそうだな、3枚も入れたら。うん、さすがに上がりますね。3。で、各馬。調整していきましょう。一回上がったんで多分次上がりにくくはなってるかなと。上がりにくくなってるとは。ちょ、こいつが成功すると次行きづらいんだけど。ミセくんの R とかにしましょうか、次。うん、これは外してほしいな。逆にね。そして上がっていくスタイル。結構いくなぁ。まだいけるかな？ヘキくん。結構大事ですね。上がれ！ 1 でいい。はい、知ってました。で、日和くん行きましょうか。日和いるんだな、結構。
うん、1ですね。で、いや、兵器上がってほしかったな。さすがに上がるでしょ。おお、2段、ナイス。これで、日和くんがプラス2されましたねと。初強化が70まで上げられますと。うん、これは大きいですね。ただ、餌がない。餌がないのと、あと入れられるやつ、おじいちゃん？おじいちゃん持ってきたよな。1枚じゃ入んねえかな。はい、強化大成功。こんなもんか。こんなもんですかね、今回は。解放、あといないだろう。やたら、アタカルナがいるけど。ミセ君入れる？もうちょっと待つか。そうですね、こんなもんかな。うん、こんなもんですね。はい。で、ひよりくんが2段解放したので、SR、PR で。まあ、そこそこ、良かったのかな。どうなんでしょうね。このガチャがどれくらい皆さん出てらっしゃるかわからないので、僕は、ミセくんがとにかく手に入って良かったなとか、まあ、被らなくて良かったなってやつですね、確定分が。で、アリカがどっかで入ってればもっと良かったなと。ただまあ、しゃあないっすね、こればっかりは。50連ポッチ。まあ、ポッチって言ったらポッチですけど。なんでまあ、しゃあないですね。いやー、ぜひぜひ皆さんのガチャ結果、まあ、引かれた方は、コメント欄で教えていただければ嬉しいです。今回の動画は以上となります。もしよろしければ皆さんから見て動画の右下にチャンネル登録ボタンを設置しておりますので、そちらからチャンネル登録をお願いできればと思います。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、こちらもフォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。